四方を山に囲まれた人口4200人ほどの小さな町、南木曽町。長野県で一番人口が少なく、消滅可能性都市と呼ばれています。2019年4月、アウトドア観光開発を通して日本の地方再生にチャレンジしている株式会社メネックスは、日本の秘境と呼ばれるこの地に日本の田舎を探検するをコンセプトにした体験型ホテルゼナギアをオープン、地方創生プロジェクトを始めました。株式会社メネックスっていうのは、メンバーがその海外だったりとか、いろんなところでそのいろんなアウトドアスポーツをやってきて、世界にはあるけども日本にはないアウトドア文化っていうのをなんとか日本に根付けたいなっていうところから始まった会社なんです。今ちょうど日本が抱えている一番の問題であるその地方創生っていうのは、私たちもその日本中を回っていてすごく感じていることで、それとアウトドアっていうのをうまくこう組み合わせて、アウトドア地方創生をしようっていうのが一番最初のコンセプトです。この建物自体っていうのは、そういう地方創生っていう意味も含め、この木曽地を使った、木曽の木を使ったものだったりとか、木曽の職人さんだったりとかが必ず関わっていて、どのその一つ一つのものに対しても全部ストーリーを持ったようなものになってます。江戸時代の古民家を改修したゼナギ、専用のガイドと大自然の中で特別なアウトドア体験を楽しみ、ミシュラン星付きのシェフがプロデュースした地元食材にこだわった料理を味わえるオールインクルーシブのホテルです。しかし客室は全部で3部屋、最大でも1日12名しか受け入れることができません。そこで一人でも多くの方に南木曽という土地の魅力、田舎の素晴らしさを体感していただき、その価値を知っていただくために、日帰りで利用できる半屋外施設を作ろうと考えました。レストランでは今まではその田舎料理で終わってしまった地元の食材っていうものを、よりもうモダンな形でこう出したりとか、地元のその食材に価値を与えるっていうようなコンセプトの料理をより多くの人たちに楽しんでもらえる。あとはアウトドアで言うと、まずはこの周りっていうのは農村がすごく素晴らしい、日本の本当に昔の風景を残しているので、そこをeバイクっていう電動のアシスト付きのバイクでぐるっと回って、いろんなその江戸時代からだったりとか、まあ縄文時代からこの辺に人が住んでたんですけど、いいものがたくさん残っているので、そういうものを文化的なものから伝えながら、ツアーをしていくっていうのが楽しんでもらえるものになります。2030年までにメネックスは日本全国に同様の施設を10カ所ほど作ることを目指し、アドベンチャーツーリズムによる地方創生に取り組みます。